なんてクレイジーなんだ。うるさいな。トレジャー。いやー、いいと思うけど。宇宙人？ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ちょっとメインの方を進めていくんだけども、とりあえずね、ここに来たら、トレジャー田中の話を聞いておかねば。よー、ブラザー。どうも。良い知らせと悪い知らせがある。結局どっちもでしょう。どっちから聞きたい？はい。オッケー、まずはいい知らせだ。なんと、新しい写真が見つかったんだ。アプリに送ったから、要チェケラウ。そして悪い知らせだが、追い求めるロマンが増えちまったってことだ。なんてクレイジーなんだ。うるさいな。トレジャー。いやー、いいと思うけど。宇宙人？新しいトレジャー写真って、それは一体なんだ？目。目だ、目。あ、さっきの宇宙人のやつあれか。ちょっと待ってね。とりあえずメイン進めていこう。とりあえずメインを進めていこう。ということは、未来の妖魔界に行くから、まず桜本町第一小学校にワープ。はい、来たー。ここで、さあ、ナビワン連れてって。あ、あったあった。久々じゃない？ここの扉。もうずっとね、どこからでもワープしよったけん。はい、これでしょ？さあ、これで未来妖魔界へ。うわー、なんかめっちゃまがまがしい感じ。過去の妖魔界はすごく楽しい雰囲気なのに。悲しい。ほら。エンマ宮殿。エンマズパラス、パラス。え？何ここ？本当に妖魔界なの？信じたくないけど、どうやらそうみたいだね。そんな。ひどい。彼らたちは空泣き王子様に突入していった。無事でいるといいが。大丈夫なの？めっちゃ揺れたよ。結界が破られたか。エンマ様。市街地へ私が向かいます。あなたは探偵団と共に空泣きを撃ってください。ヌラリ。エンマと共に空泣きの決戦に挑むことになった。お、エンマも一緒に。許さない。すごい、なんか後ろ向きに飛び去っていったよ。かっこいい。空泣き、この世界に何もかもあなたの思い通りになんてさせない。よし、行こう。みんなすげえ不安そうな顔やけど大丈夫か。行くよみんな。空泣き、妖魔界を、みんなを返してもらうわよ。主家様、何があろうと我らが必ずお守りいたします。我らがと言われましてもね。もう入ったの？閻魔宮殿の中。あ、ちょっと待って、しっかりとね。しっかりと封印を解いておかねば。よしよし。これはもしかしてあれかな。あ、ですよね。普通にその辺を妖怪がうようよしてる感じですよね。そして多分普通に敵でしょ、あれ。はい、通り過ぎまーす。え、これは一体どこ、こっちか。え、なにこれ、ここへ。あ、いけるいける。下からくぐって、うわ、もうそこにもいるよ。しかしこっちには気づかない。ふう、よかった。もうズッキュンし。く、待って、これは一体どこへ向かっているの、私は。あ、なるほど、そこか。未来の閻魔宮殿最上階。よし。ここか。ここを上がって、待って、どう行くんだ？これで、こっちよね。ここまで合っとるやろ。え？で？こっちに行くのも合っとるよね。え、合っとるよね。うん、合っとる合っとる。で？こう行って、どこですか？こっち？これは、こっちだー。あったー、目的地。私はまだね、パワーアップをしていきたいと思っとんやけど、
それのためにちょっとこの鏡の裏に、はい、猫王の御鏡、はい、ゲット。そしてこのトレジャー写真のね、トレジャー写真のどれやったっけ、あ、これこれこれ、さっき増えたこれ、これがなんか宇宙人じゃなくって UFO キャッチャーを表しとるらしく、ということだから、ここまではまた戻ってこれるやん。現ちょっとワープで、未来の、未来、未来であっとんか、未来の商店街通りへゴーゴー。はい、ここのね、確かゲームセンターがあるはずなのだけれど、あ、これや、ゲームセンター。これで、はい、何かある。これはなんか今容器汚染も一瞬見えた。違う、10円ガムとかじゃない、10円ガムとかじゃなくて、ちょっと待って、どれ、これか、レタス太郎、ちげえわちげえわ。これはなんか一応びっくりマークはいろいろ出てくるよね。待って、こっちか、なんかここにも豆乳きなこドーナツ3個、こんなにいっぱいあると思わんかった。これはトレジャーボックス来た。はい、このカッパ王の御鏡ゲット。はい、猫王、カッパ王と来て、でもう一個がこっちのね、トレジャー写真の、はい、これさっき発見したやつね。この過去の世界やね、過去の世界の出会い頭大橋やっけ、あの下のところ、カッパがおったあたりのところかな。はい、ってことで今度はそこに飛びます。過去の出会い頭大橋妖怪ガシャワープします。はい、来たー。これでどの辺だ、この辺走りよったらびっくりマーク出るかな。あ、何かある。これも来たー、トレジャーボックス。はい、これ天狗の御鏡ゲットってことで、これでね、今ゲットしたアイテム3つ、このアイテム3つが、どこに行ったかしら。あ、この3つ、この3つが、1つ猫王の御鏡、これが猫股専用、専用。映したものにゴッドの力を与えるという鏡、猫王バステットの力を宿しているという。で、これを、猫股に装備させると、猫王バステトに変化できると。前に、なった、なんか大会、エンマを決める大会か。あれの時に、一回、過去の妖怪たち3匹が、ゴッド化したと思うんやけど、それがこの道具でできるっていう。ってことで、これを猫股に装備させて、そして、通り過ぎてる？猫王の御鏡。違う違う。あ、上の方に行ったんか、装備したけん。次、カッパ王の御鏡。これは映したものにゴッドの力を与えるという鏡。カッパ王、サゴ城の力を宿しているという。これで、カッパがカッパ王、サゴ城に変化可能と。そして、最後、もう一個が、はい、天狗王の御鏡。映したものにゴッドの力を与えるという鏡。天狗王、クラマの力を宿しているという。これで、座敷わらしが天狗をクラマに変化。オッケー、こういう感じで。これでこの3匹は、変化できるようになったと思うんよね。どうやろう。とりあえず一旦あの3匹を入れてみます。どこかしら。はい。はい、オッケー。
で、これでちょっと誰か戦ってくれる？あ、そっか。これで、あれか。妖魔界に行けばいいんやね。運河異教リストで。これ未来も行けるよね。あ、行ける行ける。はい。行きます。とりあえず一旦今回だけこの3匹使おう。さあ、次はもうぶち当たっていくよ。あ、ちょっと待って、真にしとかんと意味ないんかな、もしかして。よね、絶対そうよね。ということやけん、ちょ、ふみちゃん。ふみちゃん、真にしとこう。はい。え、これで本当にゴッド化できるんだろうか、ちょ、ぽいよ。何かせんとゴッド化せんのかな、それとも最初から。あ、これで軍人召喚にすればいいっていうことか。軍神召喚か。あ、これ関係なかった。全然関係なかった。あ、てかあれじゃない、ほい。もしかしてさっきのでも全員コンゲット、これ回復やったわ。全員コンゲット状態になったんやね。あ、ゴッドサイドに変化した。あ、みんなのなんかグレート化とか、あとシャドウサイド化みたいな感じでゴッド化って出てくるってことかな。じゃあ、あの3人の活躍が全然見れてないじゃない。弱いな、この辺の敵。この辺の敵めっちゃ弱いんだけど、ちょっと。ちゃんと3人のゴッド化見させて。亡霊番長、はい。よし、人数多いぞ。ってことは、シンが張り切ったんじゃダメってことだね。よし。猫またゴッドサイド空中に浮いてる。全員ゴッドサイドにしていこう。はい、カッパゴッドサイド、超かっこいいよ。はい、座敷わらしもゴッドか。これで全員ゴッドかやね。はい、エンマ大旋風やります。いい感じ。はい、衝撃カッパッパー。あー、もう戻ってしまった。くおー、キャー、猫また死にそう。あれだよね、ゴッド化がなくなった途端にみんなちょっと弱いけんね。やけんちょっと、仲間に入れておくべきなのかどうなのかっていうのすごい迷うんよね。はい、こんな感じで、とりあえず、あのアイテム3つをゲットして、それぞれに装備させるとゴッド化できるっていう、ことです。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、ストーリー進めていきよって、閻魔宮殿のあの鏡の裏、まあ、アイテムの場所とかが地図上に示されてないけん、もしかしたら見落とすかもしれんのと、あとはあの、トレジャーのやつ、トレジャーボックスから出てくる鏡とかは、まずあの、トレジャー田中から、イラストをもらわんかったら、その場所に行ってもゲットできんけん、それを気をつけて探していこう。